はい、こんにちは。今回はですね、えっ、ー、と、単体のボールペンの紹介ですね。はい。紹介というよりも、えー、有識者の方、このペンの使い方を教えてください、みたいなね、動画になっちゃうと思いますが、まあ、やっていこうと思います。去年はいろいろありまして、えっ、ー、と、古い文房具屋巡りの購入品紹介がメインとなってましたが、まあ、これからは昔のスタイルといいますか、えー、単体の紹介もね、えー、増やしていこうと思います。 えとこちらのペンはどこで入手したのかといいますと、えー、廃業店で入手しました、えー、そちらの購入品紹介はまだね、えー、と上げてないのですがホコリとかねまだ落としきれてないので、まあ、それも徐々にやりつつ、えー、今後アップロードしていこうと思います本題からそれましたが、えー、とペンの紹介ですねはい、えー、と後ろの部分はですね、えー、プラスドライバーみたいな形になっておりまして、まあ、多分ね力入れたら取れるでしょうが まあ普段の目的だとね、取、まあ、る人はいないかと思います、はいえ。クリップは見づらいと思いますが、セイラー、えー、矢印みたいなね、刻印がされてます。そしてね、えー、とこのような感じのレトロなシールが貼ってます。定価は300円ということですね。ク、はい、リップはこんな感じですね、はい。某昔のね、ダブルノックのシャーペンみたいな、クリップみたいですね。はいえー、このペンはどんな動きをするのかと言いますと、まあ、最初に予想するのはまあツイスト式ですね。 まあこういう感じにひねっていったらいずれ出るのかなと思ってたんですけどまあそれもダメで、まあ、ノック式もノックもしようもないですしまあ振るのかといってもね出てきませんでしたでまあいろいろ触ってたらですねまあ可動部がここしかなかったんですよでまああのそういう感じの機構が、ね、あるのかと思ってまあ分解をしてみましたでまあ分解していこうと思いますえっ、ー、と接着の箇所があって ここに多分あったのでこれとこれは多分分離できないでしょうが自分のやつはね何回もやってたんで分解して取れちゃいましたはいまあ主に分解できるのはまあここぐらいですかねはいである方はですねえっ、ー、と使い方の動画ちょっと送ってくださいまして、えー、と後ろにバネを仕込んでねまあいろいろやろうとしておられましたが、まあ、冷静に考えてえっ、ー、と販売時販売の後に買ってまあ自ら分解してね 後まあこれらの部品から見てね、まあ、分かりますように購入後にですね何かしらひと手間を加えてかけるようにするということはですねあんま考えられないんですよ、まあ、なのでですね、まあ、無理やりかける方法としては、まあ、押し付けてもう無理やり書くっていうぐらいしか考えられなかったので、まあ、一応やってみたんですよ、まあ、リフィルの 方はですね、まあ当然ダメになってたんですが一応ね手応えといいますか、まあ、オートマチック式のシャーペンみたいに、まあ、このようにですねここの部分が紙に当たりまして、まあ、ペン先が出てくるというような感じのではないのでしょうか、まあ、そのようなふうに考えてますが実際ちょっとわかんないので、まあ、有識者の方教えていただけたら幸いでございますどっかで見たことあるようなレトロなペンなので まあ誰かしらねその、そういった情報はお持ちではないかと思っております。まあ、知識の浅い私がね、語るのはこれまでとして、まあ、あの有識者の方はですね、えー、とコメント欄にてお、えー、教え願いたいと思います。はい。それでは、えー、今回はですね、まあ、久しぶりの単体のボールペンの紹介だったのでしょうが、いかがだったでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。